はい、今回のテーマなんですが、衝撃の敗北ですね。はい、まあ以前なんかね似たような特集はしたはずなんですよね。ただまあ今回は長身のシリーズで、まあそういったねショッキングな敗北があるのかっていうことをねちょっとね、お話ししていこうかと思います。まあその前にですね、その個人的にまあ過去の、まあ対戦でショッキングな敗戦だとね、感じたものをですね振り返っていこうかなと思います。まずですね、その一つ目なんですが、ロビンマスクですね、アトランティス戦です。これは僕だけじゃないかなとは思うんですよね。はい、まあアトランティスがねロビンのねマスクをね、掲げる演出も相まって、作中でね一番ショッキングな敗戦って自分は思ってるんだけど、ね、そう思われてる方も、他にいらっしゃるかもしれないですね。まあ筋肉マンってたくさんありますからね、そういった戦い、例えばまあ同じね、7人の悪魔超人編だと、ウルフマンとかウォーズマンの敗戦とかもね挙げられる方いらっしゃるかもしれないですね。ただ自分はね小さい頃ね、このねロビンマスクがアトランティスにやられるところってアニメが最初なんですけど、小さい頃はねロビンマスクがね一番好きだったんですよ、小さい頃は。だからショックの度合いがねず抜けてたんですよね。あとねアニメってね確かちょっと少し原作と違って、最終的にはなんか重機かなんか機械になんか潰されるみたいな確か描写だったと思うんですよね。それがすごくね残酷に感じてね、まあそれですごくショッキングだったっていうのは思います。あ、そういった覚えはありますね。で次に超人指定コンビですね、まあ、ヘルミッシュネルズですけど、こっちもねロビンマスク絡みなんですよね。はい、まあ、敗戦という事実よりもマスクをね面前で剥がされたっていう事実の方のがショッキングだったかもしれません。ちなみに自分ね、要はロビンマスクって、超人オリンピックで筋肉マンと戦った時もマスクが取れて脱げてるんですよね。ただ自分はそのロビンマスクと筋肉マンが戦った事実すらねしばらく知らなかったんで、まあ戦ったっていうのは後で知ったんですが、実際にその戦いを見たのは高校生の時に、まあ原作をね読んだんですよね、ジャンプセレクションで。その時に今対戦を初めて見たっていう感じで、そうアニメね、この辺りもね結構曖昧なとこあるんだけど、確かザ・ビッグファイトから自分アニメ見始めて、その後ね再放送もなんとかね筋肉マン見てるんだけど、そのロビンマスクと筋肉マンが戦う、要は長寿オリンピックのあの決勝戦はね、その DVD をね買って見るまでは一度も見たことがなかったんですよね。なんでね自分の中では初めてマスクを剥がされたっていうのはどうしてもヘルミッショネルズのね、印象がついちゃってるんですよ。でまあ話を戻すとですね、まあ何はともあれねショッキングな敗戦だったのは間違いないんですが、だからその後ですね、ところどころでね名誉挽回を思わせるようなね場面はあるんですよね。ウォーズマとロビンマスが活躍したところで、まあして超人指定コンビのね、まあ、名誉挽回するぞみたいな、そういった演出はあったと思うんですが、個人的にはやっぱ作中でねコンビをもう再結成して勝利してもらうまでは、自分はね超人指定コンビっていう括りでは名誉が挽回されたとみなすことは自分はできないんですよね。で次にゼブラですね。はい、マリキータマン戦ですね。まあ親友だったシマウマキッドが登場するなど、まあ勝ちフラグが立ったのかなと思われる中、それをボッキリとね折ってですね、マリキータマンに敗北してしまったんですよね。ああそういう意味では結構画期的な展開だったのかなと思うんですけどね、筋肉マンの対戦の中でもね。まあそのやられる際にはですね、マリキータデッドリーライドっていう結構恥ずかしい姿で固められたりとかね、あとまあタイツやねマスクがビリビリに破れる姿っていうのはちょっと痛々しいものはあったんですが、あまあそうですよね、結構ショッキングでした。最近の対戦では一番ショッキングでしたね。はい、であと対戦と言えるかどうかわからないんですが、ウォーズマンがね王位争奪編でマンモスマンに間引かれたシーンもね個人的にはショッキングだったんですよね。はい、
で次にですね、まあ、本題なんですが、長身のシリーズでショッキングな敗戦はあるのかっていうことで、まず一人目はこちらですね、はい、筋肉マンですね。この間の動画でもねこれについては触れてますし、どうしてもねもうすぐそのゴッドセレクテッドのタッグマッチがね、まあ、勝敗を決する流れになってるんで、やっぱり筋肉マンがどうなるのかっていうのはすごく気になっちゃうんですよね。なんでまあこうやって繰り返し話すことになるんですが、なんで今言ったようにね、調和の神と対峙している以上、この可能性はやっぱ現在のところは拭い去ることはできないんですよ。でこのことからですね、そのゴッドセレクテッドの戦いの後ですね、まあ、どのような対戦が組まれるのかっていうのは非常に気になるんですよね。特にその正義超人のパートに去って入った時ですよね。そうなると筋肉マンの対戦相手もおのずとね決まると思うので、そこで誰なのかって、まあ、普通に調和の神になるのかってとこですよね。ただね、対戦相手が決まった調和の神になったとしても、まだね、対戦する寸前に誰かの乱入があるかもしれないなってのは思うんで、ただね水を差すような、相手だと困るんで、やっぱりサプライズのがねすごく大きい、キャラクターになるのかなと。そういう意味では例えばね、これもずっと言ってんだけど、ネプチューンキングとか、あとスーパーマンロードの神様とか、そのレベルになってくるかなとは思います。で次に決命軍ですね。こちらはね可能性はね限りなく低いでしょう。おそらく勝利をして大活躍すると思います。だからそのオメガケンタウリの6層核編から長身のシリーズにかけては、その知性チームに敗れ去った決命軍にリベンジの機会が与えられ続けている流れになってるかなとは思うんでね。しかしそのタッグマッチが行われた際ですね、タッグマッチ、誰かが犠牲に、まあ、シングルマッチでもねあり得ると、あとで力尽きるっていうパターンはねあり得るんで、そういう点ではね心配もしています。でその中でねやっぱ一番ねその心配してるのはザ・ニンジャなんですよ。やっぱなんていうのかな、ザ・ニンジャって戦いの中で死ぬことこそ本望みたいな、そういうザ・ニンジャだけじゃないとは思うんだけど、ザ・ニンジャはすごくそのね印象が強いんですよね。勝手な僕の勝手な主観的な考えなんですけれども、はい。だからそのザ・ニンジャの価値観はともかくですね、なんとか生き残ってほしいなとは思ってるんですが、で次に、まあ、ジャスティスマンですね。はい、彼もねかなり心配はしています。やっぱそのサタン戦で大活躍していたじゃないですか。だからまあ大活躍した後っていうのはすごく心配なわけなんですよ。だからそのサタン戦で活躍したから次は消滅まで行っちゃうよっていう風に、そういう風に勘ぐってしまうぐらいなんですが、まだジャスティスマンをどうするのかっていうのはまだ決めてないかな。ある程度流れは決まってるかもしれないけどね、そのあたりどこまでね、もうストーリーを決めてるのかっていうのはちょっとわかんないんですけどね。で、現在ザマンのね、ピースを防衛しているんですが、まずその時に対戦があるかってことですね。で、ただね、例えば、悪魔将軍とかとね、タッグマッチをするという流れだったら勝つんだろうなとは思うんですが、それでもやっぱそのね、勝利が決まった後ですね、まあ、知性チームのね、まあ、プリズマンやね、マモスマンと同じように、まあ、力尽きるのかっていうところですよね。はい。まあ、なんでね、ちょっとね、もう少し、まあ、ちょうどね、ゴッドセレクテッド戦がね、盛り上がってくるところなんですが、さっきも言ったように、そろそろね、まあ、勝負、決めに行く、そういう雰囲気になってきたんでね、その後のね、展開っていうのは見逃せないところですね。ということで、今回このあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。